愛妻市巡回バスは愛知県愛妻市が運営するコミュニティバスである。市内公共施設利用の利便のため運賃無料で日曜、祝日、年末年始を除いた毎日運行している。愛妻市役所総務部総務課総務係がこのバスに関する業務を文章している。愛妻市の前身自治体である海部郡佐野町の公共施設巡回バス及び沙織町の 総合福祉センター巡回バスを引き継ぎ、八海村、立田村駅に路線を拡大したものである。詳細は、愛妻市巡回バスを確認してください。2009年9月1日に運行変更が行われている。以下の4コースがマイクロバス3台で運行される。以下の2コースが立田庁舎を拠点にワゴン車1台で運行される。 複数系統停車の停留所の例以下の2コースが8階庁舎を拠点にワゴン車1台で運行される。サオリルート1コースぶっち高停留所以下の4コースがサオリ総合福祉センターを拠点にマイクロバス1台で運行される。庁舎間ルートのバス以下の1コースがマイクロバス1台で1日2便運行される。文書配送を兼ねる。公式サイト。ありがとうございます。